いやでもこの子はタフな子だけど、表面上そうしてるだけでひょっとしたら、ね、不安でいっぱいになるかもしれないから、こう我々でねしっかり支えていかないと。みぬきちゃん、とりあえず状況を整理したいんだけど、今日のマジックショー、棺桶の中から死体が出てきたんだよね。あれって事故だったの？それがよくわからないんです。本当は棺桶は空っぽのはずだったんですよ。おー、本当は入ってないはずだったのか。それなのにミスターメイン用の死体が出てきて、それはいくらミヌキちゃんでも混乱するよな。最後にドラゴンのかき割りが、あ、そうだ、ドラゴンも落ちてきたんだ。そういえばあれは事故なの？はい、あれもどうして落ちたのかわからないんです。いや、これ絶対マジックの裏側にさ、真犯人がなんかこういろいろ仕掛けを施したんでしょうね。まさかミスターメイン王が死んじゃうなんて。あの、なんか、あの、第2幕が始まる前にさ、なんかネガティブな事柄言ってたあの人がちょっと気になりますね。あの、ミミさんでしたっけ。ちょっとあいつが怪しい気がするんだよな。さすがのミヌキちゃんもう参ってるな。それにしても、なんで死体が棺桶から出てきたんでしょう。ミヌキちゃん、マジックの種を教えてもらっていい？これさ、でも、マジックの種知らなきゃこれ解明できないからさ。うん、種をばらすのは基本いけないことなんですが、今回ばかりは仕方ないですね。あ、教えてくれるんでよかった。驚きさん、もし他の人に話したら、新作マジックの実験台、よろしくお願いしますね。弁護士には、守秘義務があるから、大丈夫だよ。そうそう、決してそれが嫌だから言わないとかじゃなくて、守秘義務があるから、言わないんだよ。脱出マジックだけど、どうやって棺桶から脱出したの？では、特別にマジックの種をお披露目しちゃいます。美少女魔術師、なるほど、ミヌキのマジックショー、番外編です。これは、実はステージには、抜け穴があって、地下通路に脱出できるんです。おー、なんかこれは、抜け穴が、地下にはいつ脱出したの？実は帽子くんが、あ、そう、帽子くんだ。あの、棒人形のやつね。カチャカチャ動いてたあの、カラクリ人形みたいなやつは、帽子くんって言うんですけど、それが棺桶の前で剣を構えていたとき、棺桶の中にいたミヌキは、すでに地下に脱出していたんですよ。地下通路でいろいろと次の準備をしていたんです。で、おほう、手際がいいな。さすがミヌキちゃん。で、その後は？はい、まずは、帽子くんを、天井通路にワイヤーで巻き上げて、あ、ギュイーンって上げて、天井通路にあるクッションで受け止めます。と同時に、ミヌキも、同じ通路を通って再び、地上に登場。わーって登場して、すると、あら不思議、帽子くんとミヌキが入れ替わるって寸法です。なるほど。わかりやすいな。全然気がつかなかった。カモケの下にミヌキちゃんがいると思い込んでたよ。あ、カモケの中に。うん、いると思い込んでたね。プロのマジシャンのステージに誘い込まれたお客さんは、ありもしないものをあると思い込まされちゃうんですよ。幻を見せられてしまうというわけか。なるほどね。固定概念に縛られて、ミスディレクションってやつです。マジシャンがないって言ったとき、それはある。あるって言ったとき、それはないんです。あ、これ大事かもな。あるって言ったときはない。ないって言ったときはある。なるほどね。ハッタリみたいなものか。だけど、実際棺桶には、被害者の死体が入ってたよね。そうなんですよね。空っぽじゃなかったよ。はい。だからおかしいんです。まさか、ミスターメイン用が入ってるなんて思わなかったから。いつから入ってたんだろう。間違えて入ったってことなんだろうか。事故についてもうちょっと詳しく聞きたいな。ミスターメイン用との関係を教えてくれるかな。そういえばこの人もよくわからないですよね。あれマジキッズさんの人なんですよね。ミヌキちゃん、被害者のミスターメイン用って何者なの？昔、アルマジキ一座にいた人らしいけど。え、先輩知らないんですか？
そうだよね。驚きさんもさ、一応アルマジギツアーとは関わったんですけども、知らないですね。ミスターメイヨは最近テレビで話題の、あ、有名なマジシャンですよ。へえ、てっきりミニキちゃんの助手の一人かと思ってたよ。有名人の面目丸つぶれですね。もうこちらからしたら、ミニキちゃんの方が有名人だからね。で、その人がなんでミニキちゃんと共演を？前に話したように、彼はその昔、アルマジキ一座にいたんです。おじいちゃん、アルマジキ天才のお弟子さんだったんですよ。今回はそのつてで、テレビ局からお話が来たってわけですよ。あ、なるほど。ってことは、メインとしては、ミニキちゃんっていうよりも、アルマジキ、その、なんだっけ、メインオさんが人気で、それに引っ張られて、こう、アルマジキが、こう、フューチャーされたみたいな感じなのかな。彼はマジシャンを続けてたの。いや、確か10年前、ショーの練習中に怪我をしたみたいで、その怪我が原因で、一座を抜けた後はしばらく休んでたみたいですよ。彼がまた話題になり始めたのは最近のことだと思います。去年くらいだったか、かな。テレビで見かけるようになりました。ミスターメインヨーのことはマジシャンとしてすごく尊敬していたんです。だから、今回のことは本当に悲しいです。自分のショーで死者が出てしまう。さすがにショックだよな。これね、やだよね。なんかその、まあ、過去のことともちょっといろいろ、つながっちゃうというか、まあ、アルマジキ、まあ、過去にもね、不幸がありましたから。あ、でも、ミユキは大丈夫です。ファンのみんなのためにも頑張らなくちゃ。あ、これは、嘘ついてるなぁ。あれ？腕輪が反応している。人は隠し事をするとき、無意識のうちに緊張してしまう。そう、驚きさんはね、この腕輪で、それを感じることができるんですよね。そういう特殊能力が、驚きさんにはあるわけなんですよ。俺が、相手の緊張を感じ取ると、この腕輪が締め付けてくるんだ。どうやらミユキちゃんは、何か隠し事をしているようだ。よし、まずは腕輪をタッチするんだ。あ、もう早速。見えるぞ。普段は見えない、細かい仕草や表情の変化が。これが、集中するということ。そして人は、緊張したとき、特徴的な癖が出ることがある。まずは視界を操作して、癖が出ている部分を探し出すんだ。おー。ん？今回はここに癖が出ているようだ。あ、視線か。目の動き。あとは癖が出ている言葉のフレーズを見つけ出したら、目が泳いでるよ、ミニキシャ。なるほど。大丈夫ですって言った時のこのミニキシャのこの目の泳ぎを、無理してるんだら痩せ我慢なんだな。そりゃそうだろう。この歳でさ、こんな状況に出くわしたらそりゃそうだよ。ミヌキちゃん知ってるよね。俺には隠し事は通用しないって。まさか反応しちゃいましたか。驚きさんの腕は。うん。ミヌキちゃんもね、似たような力あるんですけど、笑顔でいたつもりだったのに。ミヌキ、マジシャン失格ですね。真のエンターテイナーは、どんな時も笑顔でいなければならない。ミニキちゃんの信念だったっけ？はい。亡くなったパパが残してくれたアルマジキの信念。ミニキは一度も忘れたことがありません。いや、それはすごい立派なことだと思いますけど。パパとの数少ない思い出の一つだから。でも全部抱え込んだら、パンクしてしまうよ。俺たちにもね、背負わせてくれよ、その重荷を。ミヌキちゃん、もし何かで悩んでいるなら話してくれないか。仲間じゃないか。でもそんなことしたら、おとろきさんきっと困ります。ミヌキのことを信じられなくなっちゃいます。そんなことはないよ。ありえないよ。いつでも笑顔でいる、それがミヌキちゃんの信念なら。俺にも一つ信念があるんだ。プロの弁護士としての信念がね。これだな。これを見てよ。ミニキちゃんがパンツで消そうとしたこれ。それは弁護士バッジ。俺はこのバッジに誓ってるんだ。最後まで依頼人を信じるって。そう。なるほどさんから教えてもらった弁護士としての信念なんだ。一度ね、驚きさんは仲間を疑ったことがありましたけども。いや、それも踏まえて、そう、信じ抜くても決めたんだから。
俺はどんな事実があっても、俺はミヌキちゃんを信じる。ミヌキちゃんも俺のことを信じて話してくれるから。ありがとう、驚きさん。なんだろうな、本当のこと。驚きさん、ミヌキ、失敗しちゃったかもしれません。マジックで。まあでも完璧なんてね、なかなか難しいですから、ミスターメニューを指したの、やっぱりミヌキかもしれない。どういうこと？脱出マジックでは、本物の剣とゴム製の剣を使うんです。棺桶に刺す直前に、本物からゴム製にすり替える。だから刺さっても、怪我をすることはないはずなんです。でも、棺桶からミスターメイヨーの死体が出てきた。あんなこと起こるはずがないんです。ミヌキがすり替えを失敗しない限り。剣のすり替えは間違いなく成功したんだよね。はい。ミヌキ一度だって失敗したことがなかったんです。あの時だってちゃんと、ゴム製の剣にすり替えたのは覚えています。まあでも結果としてそうなったなら私は失敗したんじゃないかと。でも失敗しちゃったのかな。本当にそうなんだろうか。検証してみないとな。行ってきまーす。あれ？今からどこに？あんなに頑張ってた姿を見てるわけですからね、驚きさんは。マジックの練習です。本番が近いですから。しかもな、そういうさ、本当に危ないところって人間一番気をつけるじゃん。そのゴム製とか、本当の強気とか一番危ない部分だから、人を傷つけてしまうから。だからそこは念入りにね、多分練習したと思いますけどね。頑張ってるね、明日も、昨日も。遅くまで練習してなかった？はい、絶対に成功させたいですから。ミヌキ、ミスターメニオを殺しちゃったんですかね。ミヌキちゃん。一番やっちゃいけない失敗だったんです。ショーであんな大きな事故を起こすなんて、それなのに。こんなことになったら、アルマジキ一座は、興行権を取り上げられ、公演できなくなってしまいます。またか。またそういう問題が、アルマジキ一座に、パパたちが守ってきたものが取り上げられてしまう。ミスターメンヨーだって、これからいっぱい活躍できたはずなのに。それをミヌキが、全部、ミヌキが壊してしまった。奪ってしまったんです。これは、この年齢の女の子がね、抱えるには重すぎるよ。驚きさん、ミヌキ、罪を償う覚悟はちゃんとありますから。ミヌキちゃん、多分それは違うと思うよ。え？俺、ずっと疑問に思ってたんだけど、あれは本当に事故だったのかな？どういうことですか？根拠や証拠があるわけじゃない。だけど、俺はミヌキちゃんが、失敗するだなんて思えないんだ。さすが驚きさん。驚きさん？あんなに毎日遅くまで練習して、準備に準備を重ねてきたんだよ。いつも完璧なミヌキちゃんがね。完璧なんかじゃ。完璧だよ、ミヌキちゃんは。きっとミスターメイヨーは違う理由で死んでしまったんじゃないかな。だって剣のすり替えは成功したはずなんだよね。それは、そうですけど。だったらきっと事故だって、何かの間違いに決まってるさ。でも、何の手がかりもないじゃないですか。事故じゃないって証拠もないのに。そんなの、いくら驚きさんでも、俺は信じることにするよ。プロのマジシャンとしてのミヌキちゃんの実力を。だから必ず無実を証明してみせるよ、ミヌキちゃん。大丈夫だよ。驚きさんを見てください、この、満面の自信に満ちた顔。ありがとう、驚きさん。信じてくれて嬉しいです。ミヌキも驚きさんを、信じます。いや、なんかこんなミヌキちゃん見るの初めてだな。うん。ごめんなさい、ハンカチ。
初めて見たら、人前でみぬきちゃんが泣く姿なんて。てか、あんま弱音吐かないもんね。みぬきちゃん。こんな、幼いのに。みぬきちゃん、普段はしっかりしてるけど、本当はただ強がっていただけなのかもしれない。だってまだ、高校生の女の子なんだから。なるほど、事務所の女の子は強い子が多いな。じゃあ改めて、弁護を依頼してくれるかな。はい。こうなったら、あさっての公演は何が何でも実現させましょう。うん。もう大丈夫そうだな。ふぐ、ミニキちゃん、絶対に無実を勝ち取ろうね。大丈夫じゃないのが一人いるけど。まあまあ、大丈夫でしょう。何はともあれ調べてみましょうよ。さて、早速調査に向かおうか。ほら、ミニキさんも、いつまでも鼻水垂らしてないで行くよ。失礼だ。鼻水なんて垂らしてませんよ。泣いたり怒ったり、忙しいやつだな。まあまあまあ、木月さんも木月さんでね、心配してますから、みぬきさんのこと。現場はトロンプシアターのステージでしたね。多分この実況中に一回ぐらい、多分トロンプシアターをトランプシアターと言い間違えるでしょうね。すんなり調査できればいいけど。驚きさん、一つお願いがあるんですが、何？実はみぬきの大事な手帳を楽屋に置いてきちゃったんです。いいよ、取ってくるよ。すごく大事な手帳なんです。もし誰かに中を見られたりなんかしたらみぬき。そんなに、一体何が書かれてるんだ。これ、驚きさんも見ちゃダメだぞ、これ。こっそりと見よう、見るときは。手帳は机の上にある青いバッグの中にあります。黒い手帳なので分かると思います。よろしくお願いします。黒い手帳ね。デスノートとか書かれてないだろうな。表紙に。みぬきは、取り調べがあるんで失礼しますね。うん、それじゃあまた。ステージの調査か、手帳か。さて、どこから取り掛かろうか。そうだね。まあ、ステージの調査じゃあ先にやっちゃうか。その後じゃあ手帳を取りに行きましょうか。ここがね、現場となった。同日、某四国、トロンプシアターステージ。よし、早速調べて。こら、なんだ君たちは。弁護士ですよ、私たちは。俺たち、事件の被告人の弁護士です。現場調べていいですか？ダメだ。弁護士だろうと、大統領だろうと、勝手に調査させるわけないか。なんだと？トランプさんでもダメなのか？じゃあ、それだ。ダメだって言うのか。ケチな人だな。ちょっとくらいいいじゃないですか。ダメだ。あっちに行きなさい。しっしー。くそー。これは担当刑事さんにでも許可を取るしかないですね。今回刑事って誰なんだろうな。ちょっとさ、想像がつかないんですね。同日某時刻、トロンプシアター楽屋。楽屋も事件の時の馬になってるな。持ち主を失ったマジック道具たちが、気のせいか寂しげに見える。ごちゃごちゃしてますね。みぬきちゃんの手帳を探してあげないとですね。確か、机の上の青いバッグの中だったかな。ついでに色々と調べてみるか。調べますか。でかっ。なんだこれ。なんだこれは。これは、ショーに出てた、バニーの女の子の荷物ですかね。あ、ミミさん。なんだか、荷物が多いな。化粧やら飲み物やら、こんなに必要なのかな。事務所の先輩の机の上だって、負けてませんよ、荷物の量。あれは、2年間の蓄積の賜物だよ。それにあれは全部、必要なものさ。みんなそう言うんだよ。お菓子やらカップ麺やらもですか。もちろんだよ。泊まり込みで準備をするときとか必要だからね。漫画もですか。もちろんだよ。最近の漫画はいろいろとそのリアルだからさ、こう勉強になるから、法廷でね。ふーん、ギャグ漫画や格闘漫画が参考にね。もういい加減認めましょう、トロキさん。片付けますって。
空いた時間に片付けますって。ここにあるのは、ミスター麺用の荷物だろうな。あー、この辺か。これものすごい色のカバンですね。ミスター麺用って普段からこれを持ち歩いていたんでしょうか。だとしたらかなり目立つけど。正体不明のミスター麺用も。こんなの持ち歩いてたら正体バレバレじゃないか。先輩、こういう時は発想を逆転させるんです。つまり、ミスターメインは日常生活でもあの格好をしてたんですよ。だとしたら、カバンが目立とうが関係ありません。そうか。どういうこと？私も使いこなせるようになったかな、発想の逆転。なるほどね。いろいろありますが、いろいろな種類のポスターが貼ってある。お、これ、アルマジキ一座のポスターじゃないか。これがね、懐かしいですよね。星の割に派手でファンシーなおじさんがたくさん写ってますね。そんな風に言われると、一流マジシャンも型なしだな。先輩、アルマジキ一座ってそんなにすごかったんですか？みたいですよね。当時は日本中の人が知っていたらしい。巨大ビールを消したり、ヘリから落下する金庫から脱出したり。私、アメリカにいたから知らなかったですよ。先輩が知ってるくらいなんだからすごく有名だったんでしょうね。テレビによく出てたかな。中学生くらいの時だったと思う。黒い服の人が一座の座長で、みぬきちゃんのおじいさん。アルマジキ天才。で、ピンクの服を着たヒゲのおじさんが、アルマジキザック。で、左の人がバラ。ミニキちゃんの亡くなったお父さん。そう、ザックさんがお父さんなんですよね。あ、ここにミスターメイヨーも映ってますよ。本当にアルマジキいつだにいたのかな？全然聞かなかったの話は。確かショーで怪我をして、いつだを抜けたんだっけ？怪しいなぁ。一切そんな話なかったからな。これはマジック用の歯とか。そうみたいですね。あれ？奥にもう一個鳥かごがありますよ。中に何が入ってるんだろう。キーキー。なんだ、猿でも入ってるのか。何が入ってるんだ。これ何が入ってるんだよ。完全に隠されてるかわかんないけど。あ、なんかいる。ひゃー、かわいい。あ、うさぎ。うさぎか。昔飼ってたよ。あ、俺も飼ってたな、そういえば、家で。え、先輩がうさぎを。あはは、なんか似合わない。なんだよ、俺がうさぎを飼っちゃ悪いのかよ。これ、うさぎって、繊細でおとなしいイメージですから。うさぎってでもさ、なんて言うんだろう。食べ物食べてるとき、すごいちょっと怖いですよね。人参とかかじってるとき、すごいなんか、ガジガジいくじゃん。あれがちょっと、ずっと見てるとなんかすごいね、凶暴な生物に見えてくるんだけど。俺だけかな。花がいっぱいありますね。これは、ガリュウケンジからですね。おー。さすが。藁の花か。膝ったらしくてガリュウケンジらしいや。でも、ガリュウケンジがやると、様になるんですよね。チェ。まあ、ガリュウケンジは、逆転裁判4から出てきた、ケンジで、逆転裁判5にもね、出てきてましたね。ちょっとだけ。驚く先輩、前から思ったんですが、先輩、ガリュウケンジに対してちょっとトゲがありません。まあ、ライバルみたいな存在だからな。それ負けられないって気持ちがね、出てくるんですよ。そうかな。ライバル意識があるから。かっこ悪いですよ。美男子を相手に嫉妬するなんて。かっこ悪いから。そんなんじゃないよ。嫉妬じゃないよ、別に。絶対違う。いろいろな衣装が飾ってある。多分見抜きちゃうのだろう。あ、そういえば来てたね。なんか最初誰かわかんなかったもんね、あのムービー見たとき。不思議の国のアリスが舞い降りたのかなみたいな感じでしたよね。あ、匂いでわかるんですね。人を見抜く人の飼い犬みたい。まあまあ、見ようによっちゃ変態みたいに見えるな。やめてくれ。
そういう見方はやめてくれ。